こんにちは、青森の小野です。今日はですね、何やるかと言いますと、ここカッターで切り目をつけてお裁縫した場所なんですけども、ここに、使わない時はね、ピシッとこう締められるようにチャックを買ってきたので、このチャックを縫い付けて見ようかなと思ってます。この両サイドからこうチャックが開くっていうタイプのものだと、煙突がしっかり締まるんじゃないかなと思って、こう、はい、でここ切って、で調節できる金具があるんで、これ以上ファスナーがこっちにも行かないようにして縫うという計画です。ここを切っちゃいますね。よいしょ、よし、長さはこれで OK だから、ここにですね、金具を、これ以上チャックファスナーがこっち行かないように金具をここで固定します。こういうファスナー用の金具が、金属下止め、なんかそういう字の、でただ単にここにこれ以上行かないように、と幅が合わないのか、ちょっとサイズが、ちょ、同じの合うのくださいって言ったのに合わない、幅がちょっと違う、ほらダメだねこれ。とりあえず糸でこれ以上進まないように補強して、後でこれと合うものを購入して後でつけようと思います。はい、縫い終わりました。こんな感じになりました。右と左両方からこうチャックが締められるという、どうでしょうか。まあ、端っことかはね汚いし、あとここら辺は一回留め金みたいなのを別で購入してもう一回やり直さないといけないけど、チャックつけたらこうなりましたよという、これ両サイドから入って、煙突出すときはこう、煙突出さないときはこう、どうですかね。まあちょっと汚いって言ったら汚いけど、まあ、全然僕的には問題ない。外からのチャックはこういう感じになってます。外からはもう結構綺麗にできたと思うんだけどな、普通にチャックついて、はい、でまあ開けるときはでもどうしても内側からだな。これでとりあえず完成、どうですか、いいんじゃないの。よし、じゃあちょっと今日は薪ストーブやって肉焼いて食べて帰ろうかなっていう感じです。まあ溶けるとかそういう心配もあったりするからね、一応その辺も確かめつつ、はい、満足です。うん、問題なく入りましたね。はい、でまあちょっとこう締めてあげるとより固定される感じですかね。外から見るとまあこういう感じですよね。はい、いいじゃん。よいしょ。熱でチャックが溶ける可能性だけちょっと視野に入れとかないと怖いかもですね。さあ、今日はこれです。一本
ドステーキってあります。ジュー、ジュー、ズラー、ズラー、でかい。よし、いきます。よいしょ、うまそう。よいしょ、ジュー、わーい。よいしょ、ジュー。1ポンドステーキ、肉汁すごい、うまそう。よし、あ、中もいい感じに焼けてる。あら、しゃしゃしゃ、やばーけ。最高。買ってきた。きゃー。岩手県にひすみさんっていうテレビチャンピオンのアウトドア料理で優勝した方がいて、その方が言うには、1ポンドのサイズのでっかいお肉を蒸してちゃんと蓋して、肉汁が肉の中に閉じ込む状態で料理をして食べるのが一番うまいって言ってました。本当にね、これ1ポンドステーキのでっかいお肉、この中からね、ものすごい肉汁出てきますから、この食べ方はぜひ一回お試ししてほしいですね。おすすめ。ちょうどこのピンク、これぐらいの色がいいんですよ。あれ、バッチリ。なんか途中からステーキ食うだけの動画になっちゃいましたけど、まあいいか。いろいろやってみた結果、熱対策は耐熱ベルトの上にテントプロテクターで、あと上にもう一枚布かなんかタオルかなんかを巻いてあげると相当燃やしても大丈夫っていうのが僕の見解ですね。あと煙突2本目より上だと安全、煙突1本目より下はかなり熱くなるので危険っていう感じ、ウィンナーエール薪ストーブに関しては。なんで、まあよく言えば2本目より上でテントの設置面を作るっていうのが一番いいような気がします。これは1本目、2本目の真ん中ぐらいから設置面が来ちゃってるんで少し不安が残るんで、テントプロテクターの上にこのタオルか何か布を1枚かませてあげて、
そうするとまあガンガン燃やしても大丈夫かなっていう感じですね。よかったら参考にしてみてください。